こんにちは、ニャトリチャンネルのレシャとニャトリです。はい、ということで対戦動画でございます。イエーイ。はい、ということでですね、まあ、対戦動画撮っていくんですけど、まあ、使うデッキはこちらの通りですね、はい、ルギアとレジドラゴと、はいはい、はい、いうデッキなんですけど、まあ、ただね、普通に対戦してもあまり面白くないじゃないですか。はい、まあ、面白いんですけどね。面白くないわ、ほんまなんですけど、まあ、私ね、過去のニワトリチャンネル様の動画をね、いろいろ見させていただいたんですけど、はい、様ね、はい、非常に面白い動画がいっぱいありまして、バカには見えないオリパとか、はい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 、あ、神引きしたいからオリパ自作してみたとか、はい、あと猿の名前ランキングとかね、はい、はい、撮ってきたんですけど、まあ、その中でも特に面白いなと思った効果2倍ポケカを、はい、8ヶ月ぶりにやろうかなと思います。なるほど。はい、これ過去にね、2回やってるんですけども、2回とも全然伸びてないんですけど、はい、今回はね、3度目の正直ということで、はい、これでね、もう鬼バズりをしていこうというところでございます。で、HP とかダメージに関しては2倍にならずに、効果だけ、はい、書かれてるテキストの効果だけ2倍っていうところで、はいはいはい、はい、やらせてもらいますし、V スターパワーとかは、いつも通り、1回だけ、なるほどね、1試合で1回だけ、はい、になっております。で、かける80とか60とか、そういう攻撃に関してはそのままテキストを使わせていただきます。はい、はい、ということでやっていきましょう。レッツゴー。お願いします。お願いします。ミュウ、レイジドラゴ、じゃあ先行もらいます。ドローします。いいスタートやな。ルギア出します。はい、そしてもう1枚ルギア出しておきますね。はい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 、何があるかわからないんでね。はい、で、不思議の尻尾使います。で、これ1ターンに1回なんですけど、まあ、そこは1ターンに1回にしましょう。なるほどね。はい、デッキの上から12枚見てグッズを2枚手札に加えれます。およ、強い、強すぎんな。12枚から2枚。はい、12枚です。じゃあ進化のコートハイパーボール手札に加えます。はい、いや、これどんどん動いていった方がいいと思うので、進化のコート使います。お、何すんねや。アーキオスか、アーキオスか。はい、アーキオスです。アーキオスやったー。はい、アーキオス持ってきます。そしてアーキオスだった。ハイパーボール使って、アーキオス、ちょっと待ってね。あ、ハイパーボールちょっと待って、4枚取らせてなかったそれはやばい、それはやばいそれはちょっと進化の子さ、2体持ってくれるんじゃん。進化の子2枚持ってくれる。ちょっと待ってください、すいません本当っすね、2枚やね、1枚選びます。そうね、じゃあアーキオス2枚っていうのに持ってきて、で、そのままハイパーボールを使って、アーキオス2枚とプラス2枚やね。ちょっと博士の研究とネオラントトラッシュします。合計4枚。でも2枚を持ってこいと。はい、強っ。じゃあヤルユータンとミュウ持ってきます。はい、ヤルユータンだけにしとこうかな。ヤルユータン出します。サルジエ使えます。はい、自分の手札を2枚選び、自分の山札のカードと入れ替えます。ん、これは最低通りいくなら2枚と1枚になるのかね、なるほどね。じゃあ1枚引きます。順番は、順番は、はい、選びました。選びました。あ、これ弱体化してんな、ちょっとパワフルエネルギアに貼って番終わります。なるほどね。手違いもらいます。やべ、先行とは思えない動き。やばい、レジタラゴに炎エネルギーを貼るぜ。はいはいはい。そんでもってな、ポケストップに貼る。はいはいはい。で、使おう。自分の山札の上から3枚トラッシュして良いなので、6枚トラッシュして、その中にあるグッズをすべて手札に加える。あー、6枚トラッシュ大丈夫？まあええやろ、このデッキにおけるトラッシュは。かがりざクイックボールだけやね。うわ、アクロバットも落ちてんの痛痛えなあー、しかもドラゴン1個持ちひんかった。確かに。クイックボールでポケモン入れ替えと、草エネルギートラッシュするぜ。はいよ。じゃあレジドラゴとリーフェ持ってくるぜ。はいよ。で、そのベンチ出しときましょう。はいはいはい。ほい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 。じゃあ普通の釣り竿を使います。はい、普通の釣り竿でトラッシュからとポケモン4枚までと基本エネルギー4枚までできるボスいるので8枚さっき死ぬほど落ちたこの辺りとか、この辺りとかをデッキに戻そうと思います。強い、エネルギーリサイクルいらんやもん。の戻しましたと、はい、いうことで、これでマリーを使います。あ、マリー。はい、と私は10枚になるように。私8枚ですかね、じゃあ強い、十分強い。あ、じゃあ8枚引きます。ちゃんと下に送った。はい、送りました。はい、ありがとうございます。2、3、4、5、8枚もくれるなんて。6、7、8、9、10。強っ。これ動かれへん方が無理よ。うん、じゃあこのまま緑化細胞を使います。はい、はい、これは番終わるけれども、自分の山札から草エネルギーを2枚選んで自分のポケモンにつけれますと。はい、もう絶対次さ、前のレジドラゴ殺される気しかせえへんからさ。まあね、なんぼでも動けるからね。うん、なので後ろに貼っとこうかな。はい、よいしょ。
じゃあこれで番終わり。はい、番もらいます。トラしまーす。どうぞ。ポケストップ使うか。いや、使わん。多分いろんな大事なものが落ちちゃう。一旦まず不思議の尻尾使います。はい、デッキの上から12枚見てグッズを2枚手札加えます。はい、じゃあハイパーボールと進化の子手札加えます。強っ。強いよ。今ジギア2体進化できるやん。そうなんですよ。ルギアブイスター2枚手札に持ってきます。やってるやってる。はい、じゃあ進化します。はい、進化します。はい、じゃあこのままアッセンブルスター使います。はい、ブイスターパワーですね。自分のトラッシュにあるルールを持たない未食ポケモンを4体までベンチに出すことができるので、アーキアス2体にしておきますね。はい、はい、持ってきます。ベンチの数は変わらないんでね。そうですね。あれが欲しいの、薬かスタジアムがあったらね、8枚までベンチ出せるようになるから非常に強かったんですけどね。せやったな。確かに。プライマルターボ使います。はい、デッキから特殊エネルギーを4枚まで選び、自分のポケモン1匹につけることができます。はい、じゃあ V ガードエネルギーとダブルターボエネルギーを、エネルギーがついているルギアブイスターに貼ります。2個でいいんか。2個でいい、2個でいい。エネルギー節約しとかんと、はい、すごい勢いでなくなっちゃいそうやから。なるほど。でミュウを逃がしたいねんけど、逃がすものがないので、あ、ちょっと待って、ヤリウタン使おう。ヤリウタンサルジエ使います。手札を2枚デッキの上に戻して1枚デッキのトップを取ることができます。じゃあこれでプライマルターボ2回目使います。はい、ヒート炎エネルギーをミュウに貼ります。はい、1枚だけね。うんうん。で、エネ切ってミュウ逃がします。はいよ。はい、じゃあルギアブイスター前出します。はい、じゃあこのまま技入ります。ストームダイブ使います。220点のプラス40のマイナス40で合計220点で倒します。つらっ。そしてスタジアムをトラッシュお願いします。はい、じゃあサイド2枚もらいます。はいよ。じゃあ1枚もらうぜ。はいよ。まずレジトラコ V さんに進化します。うん、うん、じゃあクックボール使います。はい、回で言うとヒスイヌメルゴン V スターをトラッシュで、好きな探偵ポケモンを2枚手札に加えれますと。はい、レジトラコ2体バホン。ほうほうほう。サナイルか。いらんかも。まあまあ、エネがないんですよ、本当エネルギー。そうなんや。そうなんで、レガシースター使ってもいいんやけれども、これ山札14枚トラッシュになるんで。まあそうですね。それがまあまあ痛いよね。うん、セレナ使おうかな。はいはいはい。セレナね、これちょっとどうしたらいいのか聞きたいんですけれども、うん、このカードは2つの効果から1つを選んで使うなんですよ。あ、2倍にしたら4つの効果のうち2つを使う。4つないねんけど、これ2つ使うんかな。これちょっと微妙やね。ポケモン公式に聞かないとね、この辺の最低限。ね、わかんないですね。まあ一旦2つのうち1つのままでいいんちゃう。あ、そうする。うん、オッケー。じゃあとりあえず自分の手札を6枚までトラッシュして10枚までドローします。あ、そうですか。はい、強いですね、サポートって、ね。ガブリアス V と博士の研究と。ガブリアスとか強そうやけどね。チューニングとこれね、エネルギー6個トラッシュしないとあかんなんだよね。あ、ひわにゃ。あ、そうですか。あ、そうなんですよね。なるほどね。あともうちょっとトラッシュを、うん、はい、じゃあ3枚トラッシュね。はい、3枚トラッシュしますと。はい、あ、6枚トラッシュできるんですけどね。はいはい。じゃあこれで手札今3枚なので7枚ドローします。強いね強いね。さすがに炎エネ引けるやろ。あー、はい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 。炎エネは来なかったけれども、エネルギー点数は来ましたね。十分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 。炎エネ2枚手札に加えます。はいよ。はいよ。これでレジドラゴに炎エネ貼ります。はい、貼ります。貼ります。まあこれで技打つか。はい、何打ちますか。まあカイデンも強そうやけども、ヒセンヌメルコンがね、これマイナス80かマイナス160されるんで。なるほどね。次のターンの攻撃マイナス160。はい、あ、強いねそれは。はい、というわけで200ダメージで、はい、マイナス160されます。で V カードついてるので1枚につき、1枚につきとか1枚でマイナス60点されます。強っ。140点ですね。あ、でも2パンはできると。はい、はい、じゃあ140くらいました。はい、じゃあ番もらいます。トローします。どうぞ。とりあえず60アップベルトつけます。やばやばい。440出さなかった。いや、さすがに出されへんな。いや、これはボスの指令使います。相手のベンチポケモン2匹選んでバトル場に出す。どういうことあって。リーフィアとレジドラゴン前出してください。よいしょ。どういうこと。どういうこと。こういうことやな。どっち攻撃するかってところになりますだな。いや、これ以上あんますることもないね。じゃあこのままストームダイブで、リーフィアに攻撃します。はいはい、260点280点の攻撃ですね。はい、じゃあ2枚もらいます。やられんねんけど、これって巻いてていいの。いや、ダメでしょ。いるやん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 とはいるやんとは。はい、じゃあどうぞ1枚もらいます。
いるやんとは。いますやん。どういうこと？前にいますやん。どういうことです？まあ、いや、レディドラゴン V さんに進化します。はいはいはい。はい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 。とりあえず逃げるか。風船張って逃げます。4円で消えないんですかね。逃げるない。あ、そういうこと？あ、じゃないの？あ、そうやそうやそうや。はい、逃げるためのエネルギー2個分なんで4円で消えだから逃げれると。はい。そうやそうや。優秀。優秀。優秀。ほぼ軽石やもんね。ほぼ軽石やね。うん。4以上おらんもんな、だって。おら。ね。はい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 。じゃあこれで、これ使おうかな。ナタネの活気ですね。あー。4枚ドローして、でかつ草エネルギーを4枚まで。ベンチポケモンにつけれますと。あ、とりあえず4枚ドローしようね。1,2,3,4 と草エネルギーを4枚まで跳ねると。草。さすがに4枚はね。あ、2枚しかなかったな。2枚しかなかった。後ろのデジドラゴン V さんに進化しました。ああ、ちょっと嫌やね、それは。じゃあ手前だけしておきましょうかね。デジドラゴンに炎エネルギー貼ってきます。はい。はい。じゃあこれで技入りましょう。はい。何使いますか。何やったっけな。これですね。はい。アイアンドリング使います。はい、じゃあやられます。はい。160軽減です。まあ一旦ミューかな。一旦ミューですね。じゃあ2枚もらうね。はい、じゃあ場もらいます。ドローします。どうぞ。じゃあ買っちゃいましょうかね。イベルタルドローします。これね、シンプル強いね。2倍とか関係なしに強いわ。はい、アーケオス使います。はい。プライマルターボで、特殊エネ4枚まで貼れるので、オーロラエネ、オーロラエネ、オーロラエンと。で、ツインエネルギーと。はい。はい、イベルタルにつけちゃいますと。はい。これで、イベルタル技を打てますね。はい、はい、今逃げれますか。はい、パワフルエネルギー張って逃げます。はい、はい、じゃあこれでアメイジングです。相手のポケモンを気絶にできます。はい、もう2倍とか関係ないですね。はい、じゃあサイズ取り切ってあげましょう。ありがとうございました。やっぱルフィア強いね、どの環境でも。ね、うん、2倍とか関係なかったね。関係なかったね。うん。あ、でもこれオーロラエネルギーあれか、すべてのタイプエネルギー2個分として働く。やば、強すぎ。強すぎ。じゃあ今オーバーキルやったね。やば。特殊エネルギー全部そうじゃなかった。そうやった。そうやわ。忘れてた。わあ、しまったな。プレミアな。プレミアな。コメントでプレミしてるって言われるやろ。なるほどね。はい、まあ非常にね、やっぱルギアはどの環境でも強いっていうことがね、証明されちゃいましたね。大変やん。おもろい人気のレジドラゴンも。そうね、160軽減、160軽減ぐらいじゃやっぱ、うん、弱いな。イベルタルやからよ、どうにかなったんは。まあね、確かに、うん、でもなんかこの環境天狗でもめっちゃ引けるからさ、はいはい、いろんな手段で。だからボスとか来やすいから。そうね、結構後ろ引っ張りやすいかなっていう感じかな。しかも2体ね。そう、2体あれ2体ですな。2体ですな。はい、じゃあまとめてみましょう。はいはい、というわけで本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよければチャンネル登録と高評価、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。ではバイバーイ。